マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、こちら久々にパワープロアプリやっていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、1年で一番熱いガチャを引いていきたいと思います。あのね、パワープロアプリね、あまり詳しくないっていう方のために一応ご紹介すると、8月26日があのパワープロアプリとかパワープロで1年で一番熱い日、その名もパワープロの日なんですよ。で、あのパワープロの日にはだいたい毎年めちゃくちゃ強いキャラが追加されるので、はい、そのねガチャをまあ引いていきたいっていうことなんですよね。まあおそらく当たりませんまあでもね、楽しくやっていきたいと思います。で、ここ最近ね、僕パワープロアプリやったりやんなかったりだったんですけど、新高校が追加されてから結構ね、あのまた復帰してやっていたっていう感じです。はい、一応ね、チームランクで言ったら PF1、 まあもうちょっと全然上げれると思うんですけど PF1 っていう感じで、はい、あのイベキャラも最近使ってるデッキはこんな感じですかねっていう。はい、ではではでは早速なんですが、ガチャを引いていきたいと思います。で、まずはこちらパワープロの日記念無料10連ガチャっていうのを引いていきたいんですけど、あの PSR って言ってパワープロでレアリティが一番高いやつ、マジでこうレアなやつが確定で出るっていう、そういうガチャになってるんですよ。しかもあの今回のその8月26日に新たに追加されたキャラもこのガチャから出る可能性があるということで、まあ今からパワープロ始めたいっていう方はもうここでリセマラですよあのリセットマラソンしまくって、もうねすごいめちゃくちゃレアなキャラの PSR が出るまでもうリセマラしてもいいよってぐらいにすごいね、豪華なガチャになってます今回のガチャ。はい、ということでまずはこの無料10連ガチャいきましょう。で、皆さんからしたらね、どれがマスを狙いなのって思うと思うんですけど、このね真ん中の3キャラですね。はい、この真ん中の3キャラが今すごいこう使われて強いって言われているキャラなんで、特にこの一番真ん中のキャラが新しく追加されたキャラなんですよね。はい、じゃあ早速引いていきましょう。いきましょう、ガチャで、あー怖い、来てくれ。しかも無料だからもう虹いっぱい出て、虹がレアなやつ、あー一番しかない。何が出る、おーははー、そうくる、浅上京介で、はい、キャラクターですね。休息のコツ持っていると。おー、どうなんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、まあ他にもね、まあこう出るんですけど、虹以外は基本的にこうね、PR っていうね、はい、感じです。はい、でまだ一応ガチャ引きます。僕無課金でやってるんですけど、そのパワーストーンっていう呼ばれる石ですね、ガチャを引くためのものがねあんまり溜まってないんですよ。うん、結構ね使っちゃってるの、サクセスやっちゃえって。だからまあいっか、引いちゃおう。20連だと引けるわ。じゃあいくぞー。ここでも先ほどのキャラ出る可能性あるし、この救援極みパワープロの日2021ってことなんですけど、これはもうねすごい使えるキャラのまあセットみたいな感じ、こっからはほぼ使えるキャラしか出ないっていうね、そういうガチャなんですよ。なんかねパワープロってその期間限定で出るキャラって決まってるんですよね、ガチャから。レアなキャラだから、そのレアなやつが出るっていうまあガチャなんですけど、じゃあ10連いきましょう。来い、赤く光っ、赤くボールが赤かったらレアが出る。あーこれダメダメだ、赤虹、うーまあね分かっていましたよ。これ今全部こう今一応こう使えるって言われている、まあ、キャラクターたちですよね。おー、僕ね正直あんまり分かんないやつもいるからね、ここ最近やってなかったから。うわー、これガチャスタンプっていっていっぱい10連ガチャ引いたらこうレアなやつゲットできるよってやつですね。はい、じゃあ20連目いきましょう。いきます、ガチャル、もうここでしか僕、お願い、赤く光った、赤く
あー出なかったなあ。あのね、20連で出そうっていう方がね、おこがましいんですよ正直。あーこちらです、エンブちゃん。これが、まあ、今回の目玉キャラクターです。残念。まあおこがましい、おこがましい。はい、残念でした。まあ今ね、そのこれ以外にも結構なんていうんですか、こういうスタジアムの発球の塔っていうので、そのガチャに必要な石が結構もらえたりとかいろいろするので、また集めてガチャ引いていきたいと思います。で最後にですね、あの PSR ガチャ券っていうめっちゃいいこうガチャ券、ガチャの券がこの、あの今の時期もらえるんですよ、1枚だけ。だからこれを引いていきたいと思うんですが、どうしようどうしよう、ちょっと これもったいないけどちょっと売却しよう。はい、じゃあ最後こちら引いて終わりたいと思います。マジでね、始めるんだったら今、うん、すごい。じゃあいきます、最後絶対 PSR が出るそういうガチャいきます、ゴー。ガチャ券だからね。これでエンブちゃんなんて出たらもう最強すぎだよ。何が出るかな、何が出るかな、テレテテンテンテレテレン、来い、マグロー。まあ、いいキャラなんですけどね、いいキャラなんですけど、なんとも言いません。はいはい、ということで今回はですね、久々にこちらパープルアプリやってみました。ぜひね、皆さんもね、もし興味があったらやってみてください。まあ出なかったな、出ないな分かっていたけど出ないな。はい、ということで今日も最後のご視聴ありがとうございました。またぜひ他の動画も見てくださいということで、以上バーストゲームズでした。バイバーイ。夢見た僕がバカだった最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。